はい、皆さんこんにちは、ワンデリングルビッシュです。では信長の野望大使続きをプレイしていきたいと思います。まあ、前回ですね、斎藤道三の後ろ盾をもとに頼りに、今川に戦いを挑んでいたんですが、その斎藤道三が死亡するということが起きてですね、ちょっと戦略の見直しが必要かなというところになっています。まずは何と言ってもですね、美濃を攻略する、まあ、弔い合戦の意味も込めて美濃攻略ですね、こちらの方をやっていきたいと思いますので、早速斎藤家に対して宣戦布告していきましょう。でそれと並行してにはなるんですが、神前をですね浅井家に送っておきます。浅井で、今村井定勝を送ってますんで、これは引き続き行わせていきましょう。で肝心の美濃攻めなんですが、いきなり稲葉山を攻めるのではなく、大垣城を先に攻めましょうか。それかいきなり稲葉山か、ちょっとねどこをどう攻めるか考えた方がいいよな。稲葉山7500、大垣が1500か、鳥峰は鳥峰先に攻めた方がいいかな、か岩村城か。周りを削っていくっていう意味では鳥峰から攻めますか。鳥峰を攻めて、状況を見て稲葉山を攻略していく。いきなり稲葉山だと、まあ、城の硬さが A なんで7500、これを攻略するのはちょっと難しいですよね。であれば鳥峰だな。鳥峰で一大決戦に及びましょうか。しかも金山もある。ここに兵を出していきましょう。まず信長933、これは鉄砲隊を配備する以上これしか選べないね。で秀吉の方を逆に増やしていって1700、勝家は1000、まあ数が多いに越したことはないので、ただ農兵が多いとね、結構あっさり士気が下がっていくんですよね。でそのあたりは要注意かなとは思うんですが、一旦これで合戦を仕掛けていきましょう。進め。で今川の動きも要注意ですからね。取り囲め。で鳥峰を取り囲んでる状態ですね今。でそしたら一旦講和を申し入れよう。ダメ元で今川に対しては講和を申し入れですね。かしこまりました。でさすがにね、今の尾張一国しか持っていない信長が美濃の斎藤と三カ国を領有する今川と戦う力はないので、ここは一旦ダメ元で吉本に講和の申し入れを行いましょう。その上で吉達と鳥峰城で決戦に及ぶ。ここは確実に勝ちたいんで、どういう作戦を取るかですね。おとり挑発作戦を使いましょう。使いましょうなっちゃいましたよ。使いましょう。でこれはおとり隊が一定単語に挑発を行い、周囲の敵部隊を引きつけるっていうことなので、おとり部隊が敵部隊を引きつけてる間に敵の本陣に、味方の本隊を送り込むという作戦でいきましょうか。でじゃあ誰をおとり部隊に配置するかなんですけど、おとり部隊は数が少なくていい、かつ戦闘力がそこまで高くなくていいので、そうするとですね、ここは思い切って森信に変えましょう。で秀吉は中心的な役割を担ってもらいたいので、出すとして、あと吉成も強いからね、成政も強いし、一政も強いし、勝家も強いし、てかみんな強いね、やっぱ。まあ、唯一微妙なのが、やっぱりこの森信と、長安ぐらいですよね、前の長安。で、敵の陣形を見ると、まあ、オーソドックスの陣形ですね。なので、まあ、うまく回り込みながら、敵を壊滅させていきましょう。
秀吉を含む左翼部隊は一気にこの街道まで進んで、この街道から一気に義時の本陣を目指す、そういう戦いになりますかね。ではこれで開戦していきます。3ターンでおとりが発動するってなってますね。なんで3ターンまでに敵の近くに行っておく必要があるな。信盛に関してはで、信長の鉄砲隊はあまり前に出したくはないんで護衛隊をつけましょう。森吉成がやっぱ強いですよね。全然誰だこれは。いきなり来てるぞ。全然違う作戦だ。んー、しまった。完全に裏をかかれましたね。敵は突撃態勢だったか。マジか。これ態勢の立て直しが必要だな。まずはおとり作戦を打つ森信なんですけど、これは今更だな。奇跡崩しを打っておいて取り囲もう。まずは取り囲もう。いや完全に裏をかかれたな。大軍だったんで、敵の方がね、軍勢の数が多かったんで、確実に守ってくるかなと思ったんですけど、突撃態勢を組んで義辰の本陣が最前線に出てくるとはちょっと思わなかった。これは完全に裏をかかれましたね。しかも雨が降っている。いやー、一気に食らってるね。まあ、ただ味方が間に合えばこちらの方が逆に敵を包囲できる体制にはなるんで、何ターンか持ちこたえてくれれば形勢は変わる。始めましょうか。始めるぞ。我が策これに。参るぞ。行け。完全に裏をかかれてるからな。そしたら吉成がどこにいる。足止めなんか必要ない。今始めるぞ。ゲチを始めよう。ご命令をお覚悟願います。参るぞ。始めよう。完全に裏かかれましたね。敵の居場所が知れましたな。やりたい。前へ。策のある者がいるようです。よし、こっからは全員バリバリやってもらおう。まずは本陣がどこにいるかだな。敵の本陣ここだな。残すところ708紙幣、奇跡崩し、突撃、九州。よし、こんなもんかな。もう策も何もあったもんじゃないですね。完全にごったに状態にはなってますけど。勝家が撤退か。撤退ではないね、改装ね。始めよ。我が策ご覧ください。
これで決める。時には大胆に攻め込まねばな。我らの勝ち揺るがぬぞ。一旦引くぞ。今は引こう。どこに行った敵の本体は。見失ってるからね完全に。どこに行ってる。ここだな。510まで残ってるのか。結構残ってるね。しっかりめに。雨がずっと降ってるのが気に入らないな。信長の鉄砲が生きてこないですからね。やりたい。前へ。放て。ただなんとか敵を粉砕できたね。ただ兵の消耗も激しいな。読みが完全に外れましたからね。それが信長の戦い。やるなよ吉達。では遠山さん登用しておきましょう。いや必要ないな。全員逃がそう。片付けない。で今川がどうなってるかだな。報告します。先月の収支です。大きく兵を失いましたからね。今川に対する親善、交渉がどうなってるか、そこが一番気になるな。ちょっと歩兵しておこう。キオスで足軽を。かしこまりました。兵糧5000か。兵糧5000渡すしかないな。しょうがない。今川が斎藤に戦線か。戦線を布告。これは今川との斎藤の領土の取り合いになりますね。早く9月になれ。兵糧11700欲しいけどこれは拒否だ。鳥峰城がもうすぐ落ちるんで、鳥峰が落とすのが先だ。頼む兵糧よ集まってくれ。かかれ。打って出てきたって言っても1000そこそこだろ。これは撃破して置きたいけど兵糧不足か。今川に渡した5000がかなりきついな。まあ、ただ敵は決して強力な連中ではないので一緒くたに飲み込みましょう。あとは味方の損害をねいかに少なくするかですね。いやー今川に渡した5000の兵糧があれば鳥峰城攻略もっとサクッと進んだと思うんだけどな。まあこればっかりはもうしょうがないですね。大国今川を相手にする以上はこのいうことはよくよくあると思うんで、こういうの乗り越えつつなんとかね鳥峰城を取ってしまいたいですけど。で今味方の部隊がそんなに多くないんで3600ですよね。行っても3600なので、まあこれをねあんまり失いたくないんで、できるだけ早く敵の光康を
叩くっていう作戦できますか。始めるぞ。始めます。ご命令ください。始めるぞ。参る。さっきはね、信長の鉄砲も行けなかったですからね。ずっと雨だったんで。敵の居場所が知れましたな。放て。始めよ。覚悟せよ。みんな気合を入れろよ。ご命令ください。ご命令。お覚悟願おう。始めるぞ。参るぞ。始めよ。放て。放て。ゲッチ。敵のめせ。覚悟せよ。参るぞ。始めよ。ゲッチよ、みんな気合を入れろよ。いかんな。仕方ねえ。一旦引くか。策のある者がいるようです。お命令ください。この策で参りましょう。我が策これに。ご命令。ご命令ください。放て。よし、これで全部隊階層に入ったんで、3000の兵は維持したまま終わりそうですね。策のある者がいるようです。あとは鳥峰城を落とせるかどうかだな。で、鳥峰城を落とした後にある程度の兵の数を維持しておかないと、斎藤勢が取り返しに来る可能性が高いんで、よし、秋になって兵糧が入ってきた。これは大きいな。先月の収支です。ご命令よ。ではしっかり開墾していきましょう。まずはキオスで開墾で、あと犬山も開墾でいいよね。かしこまりました。で、名古屋も開墾でいいでしょう。で、末盛城も開墾にする。鳴海城はね、ちょっとまだまだなんで、ね。で、これでいきましょうか。よし、鳥峰城がこちらの手に入ったね。一旦騎乗させよう。で、集結中の部隊はね、どこに何をしたいの。集結してるけど、岩村城は元康が落とすな。内気城もくれてやるか。そうなると稲葉山と郡上八幡と大垣ですね。ここを取りましょう。この3つを確実に取る。いや、内気城も取る。いやー、内気城を取ると、そうか、武田と国境を接するのは危険だな。なので、一旦は美濃、稲葉山と大垣に専念しましょう。そういう意味では郡上八幡だな、次の標的は。で、
いたします。お人よしの吉本がこのまま引き下がってくれてりゃいいんだけどね。これより表情を行う。表情か、なんかみんな微妙だな。まあ秀吉はねさすがっていうのはあるけど、ここは再考させよう。貴様らの考え、さすが秀吉、光り輝いている。秀吉でしょ。で柳田も結構いいこと言うんだよね毎回。柳田、あとはどうだ。まあ論議の高い信盛にしますか。これで表情を終える。良策で秀吉がさらに方策を提案。決戦で劣勢の場合武将が先方を提案しやすくなるということね。劣勢の状態ってあまりね考えたくないけどね。であとは越後流軍拡、どれを使うかな。走者神前を上げるは入れておきましょう。まあこれくらいかな。商業もねガンガン上げていきたいんだけど、まあいっとく、とりあえず。で投資費用減少もやっちゃおう。これでいいですかね。よし、足軽の雇用を控えろって言われてもな。そうするとまずは人事で配属しましょう。鳥峰に誰も入ってないんで鳥峰に。そうだな、ここは誰を入れるかだけど、まあ、信弘を入れて、あとは芝、さらにどうしようかな。信勝も移す。スキオスにいると鬱陶しいでしょお互いに。まあそんなところですかね。もう 2,3 人つけてあげたいな。芝もう1人入れて、芝一族を、じゃああと柳田入れるか。靴掛け城ね上げられてないんで柳田を送りましょう。で城主を誰にするかだけど、まあ信弘だろうな。ここはかしこまりました。よし、これでいいかな。で兵が集まり次第、郡上八幡を攻めましょう。城主が柳田か、まあ、柳田が城主ってのもなんか変な話だよな。まあただ靴掛け城の城主になった逸材ではありますからね。そしたら今川が内気城も攻めてるね。これはこちらも負けてられないな。出陣する。郡上八幡に向けて兵を出しましょう。兵の数は大いに越したことはないんでフルフルで出しましょう。ただまたね兵糧不足に悩んでるんで、何かしらにいつも悩んでるって話ではあるんですけど、いや吉成の顔マジかっこいいな。出陣する。身の攻めを本格させている。今のうちに敵の方の決戦兵力は高々 4,900、 こちらは 8,000 からなる軍勢だから、まあ勝てるでしょう。
で、アザイとの外交の親善が一定値まで達したというところですね。で、ここでイベントになります。信長は義父道山の美濃を譲るという書状を大義名分に美濃侵攻を開始、まあ、まさに今やってますね。いずれ来る上洛の時に備え近江の調査を開始していた。マムシのコラを取るには足らぬされど終わりに手間取りすぎたということで、まあ、まさに今そういう状況ですね。で、これがお市様か。いや、機長の方がなんか好きだな、顔立ちは。なんかちょっと切ないですね、この感じは。で、ここは小谷ですね。まあ、この浅井と朝倉の同盟はね、かなり堅固ですよね。まあ、将来的に金ヶ崎に越前に信長が侵攻した際も最終的に浅井は朝倉につきましたからね。報告します。さあ、これで浅井との同盟が結ばれたということになりますので、ここからはですね、もういよいよもって、美濃侵攻を早めましょうということになります。で、春信、まあ、信玄が美濃に侵攻する可能性ありということなんですが、一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。